やべ、無理か、無理だ、チキショー。じゃあ今日何歌おうかなと思ってて、本当に一日中悩んでたら、いつの間にかいつの間にかマジで、いつの間にかマジで時間なくなっちゃって、本当にもうこれからあと何分かな、これからあと15分ぐらいで家出なきゃいけないんですけど、15分もないわ、もう普通にあと、もう何も準備してないのにあと何分かで、早く歌いますってことで、夜にかけるはこの急いでる時に結構ちょうどいいんじゃないかなと思います。夜にかけるだからうわ、待って、マジで歌詞ってなんだっけ、ちょ歌詞見てくるわ、思い出した思い出した、開けない、あ、待って、忘れちゃった、なんだっけ、あ、思い出した、沈む沈むように溶けてゆくように、二人だけの荒い広がる夜にさよならだけだった一言で全てが分かった、日が沈み出した空と君の姿、フェンス越しに重なってたいつだってチックタックとなる世界で、何度だってさ触れる心ない、涙こぼれ、ルルリングライミナーがこぼれそうでも、ありきたりなそのコミキと二人なら見つけられる、変わらない日々に、会えない日々に、思いつく限り眩しい明日を分けない、夜に俺の涙も洗いたいに会えない、忘れてしまいたくて寝込めた意味も、抱きしめたぬくもりで、抱きしめたぬくもりで溶かすから怖くないよ、いつか日が昇るまで二人でいよう君にしか見えない何かを見つめる、君が嫌いな認めているかのような、恋するようなそんな顔が嫌いだ嫌いだ信じてたいけど信じれないけど、そんなのことでどうって、きっとそんなこと言うのだっていつもだってどうだって泣いてくれる、それでもきっと涙がきっと泣き、きっと分かり合えるさ、信じてるよ、変わらない日々に、変わらない日々に、笑えない君に、思いつく限り眩しい明日を、明けない夜に意味あるのよ、に今受け止めていく、ルルルル、手を離さないでよ、二人今夜に駆け出してく。え、この歌に、あのね、この歌、ありがとうございました。俺、歌、初めて聞いた時、マジ、何言ってるか分かんなくて、未だにマジで何言ってるか分かんないんですよ。けどなんかめっちゃ流行ってるじゃないですか。てか、基本流行る歌ってマジ何言ってるか分かんない歌多いと思うんですけど、まあ、夜にかけるっていう、もう題名からマジで意味分かんないんですけど、聞いてるとなんか心地いいですよね。こんな、なんか、楽しいですよね、夜にかけるって。俺今歌ってたの多分、スローバージョンの方歌っちゃったんですね。普通だったらもっと早いんですよ。早いバージョン歌おうかな。いや、やめとこ。さよならだけだった、その一言で全てがわかった。日が沈み出したその後、君の姿。これ男がね、歌う歌じゃないんだよね。男が歌う歌じゃないんだけど、男ですけど、歌っちゃいましたよ。だけど、なんで男が歌じゃないのかなって思ったのかというと、声が異常に高くて、歌ってる人のいくらちゃんって人がめちゃめちゃ声高いんですけど、めちゃめちゃいい声してるんですね。僕は真逆ですので、歌っちゃったんだけど、まあ
許して、やばい時間ない、ってことで時間ないのに、夜にかける時間ないからこそ夜をかける歌わせていただきました。早く準備しなきゃいけないので準備させていただきます。今後ともね、もっとねカメラの前で歌うっていうことは、まあ、慣れてないってことはないんですけど、慣れてないってことはない、いや慣れてるよ、慣れてるかな、慣れてないんで、まだもっとね、慣れないとダメだから、もっと慣れたいです。慣れてないから声が出てないみたいな感じだと思うんで、夜にかけるも本当は歌えると思うんですけど、まあ今、まあ、ちょっとそういう言い訳はいいんで、早く準備しなきゃいけません。早く準備させていただきます。これからどこに行くのかと言いますと、そんなのはどうでもいいです。おー、これからどこに行くのかっていうのはどうでもいいと思うんで、早く準備させていただきます。ということで、ドドンパ。